今回の台北滞在、天気がずっとパッとしません。青空見たのはね、初日のみでした。この日もね、夜中は雨が降ってたようです。その種類もめちゃめちゃあるんでね、一人よりも、グループで来てシェアして食べる方が良さげですね。店内の雰囲気はこんな感じで、セルフ食堂店としては非常に綺麗です。セルフのね、調味料系はこんな風に並んでます。この辛そうなね、大根の漬物はセルフで取ってきたものです。注文表はね、料理到着すると赤ペンでチェックされてました。頼んだ3品です。チャーハンはね、もう先に来てすでに食べてますけどね。チャーハンはシンプルな卵チャーハンにしました。まあ、ディンタイフォンでもね、私はこのシンプルなのにします。もう余計な味はいりません。75元、約375円です。まあびっくりする美味しさでした。ふわっぱらの私の好みドンピシャです。辛いタレがね、器の下に入ってますんで、混ぜ合わせてこのワンタンをいただきます。ワンタンはね、めっちゃ皮はチュルチュルしててね、あんはプリプリ。いやー、これもね、絶対にこのお店では食べるべきもんですね。そしてこちらがスープのワンタンです。80元、約400円。ワンタンはね、同じ豚肉のもんにしましたけど、まあ、いずれかエビにするべきでしたね。ちょっと失敗、頼み方失敗です。肉とエビの値段差はね、10元でしたし、メニューもね、言うと日本語入りのを出してくれました。指差しで注文できるんで楽ですね。ハムサンドとチーズサンドにしました。各32元、約160円。もうほんとシンプルなサンドイッチです。こちらがハムサンド、ただ卵も挟まれておりますね。味わいはほんと素朴でした。昔はこんなサンドイッチばっかりやったよなって思い返される味です。この卵は、まあ、台湾らしく少し甘めの味付けですね。ただマヨネーズは日本の酸っぱめタイプで良かったです。台湾のマヨネーズは甘くて好きじゃないんですよね。こちらがチーズサンドです。お値段はハムと一緒。こっちは卵じゃなくてツナやったかな。両脇に挟まれてますね。その45元の胡椒餅、過去有名店で買ったものと大きさ的には差異がないです。そして見た目もね、過去食べたのと一緒ですね。香ばしいこの皮が大好きなんですよね。中のあんは有名店のものと比べてちょっと少なめかな。ネギはね、結構大きめにカットされたものが入ってますね。その生辛さとミンチ肉のジューシーさは、まあ、有名店とも引けを取らないです。お手軽に買えますしね、今後も胡椒餅は、台湾旅で
食べ続けるでしょうね。